政次郎の小説作品、及び、それを原作とした、日本の映画、テレビドラマ作品である。1946年に創刊された、娯楽読み物雑誌、ロマンスの3号、1946年8月号から、小島政次郎の長編恋愛小説、360号や、が連載され、岩田仙太郎の挿絵も相まって人気を呼び、連載終了と同時に1948年に映画化され、東京編と大阪編が制作された。この映画と主題歌の人気は、ロマンスの売り上げに拍車をかけ、1948年には発行部数82万部にまでなった。その後も映画、テレビドラマなどでリメイクされている。なお、1948年は、順年で1年が366日であった。1948年9月21日9月28日、公開。新東宝制作、東宝配給。キャストスタッフ主題歌1962年9月9日、公開。東映制作、配給。キャストスタッフ1961年11月23日に、日本テレビの武田ロマン劇場にて放送された。キャストスタッフ1963年に関西テレビにて放送された。放送時間は毎週水曜13時30分。キャストスタッフ1969年4月21日から6月13日に朝日放送制作 TBS 系列花王愛の劇場枠にて放送された。キャストスタッフありがとうございます。